こんばんは。お風呂上がってパックしながらドライヤーしてたので、もうパックが、パック結構15分以上やってて、20分ぐらいやってて、パリパリ。私の本性を皆さんに見せます。今から、ただいま、聖司麗奈です。なんか顔すっきりしてる気がするんだけど、気のせいかな。改めまして、こんばんは、聖司麗奈です。気づかなかったでしょう、ルーム間違えたと思ったでしょ。いいにゃでした。最近買った新しいパックで、あんまりまだ8回ぐらいしか使ってないんですけど、結構使ってるか。このパックびっくりするぐらいもちもちになって、ほらもうめっちゃくっつく。パックだけでめっちゃもっちもちになる。わかります？このもちもち感。アイナにおすすめしてもらったパックなんだけど、なんてやつだっけな、緑のやつ、シカゴ入ってるやつ、シカゴ成分入ってるやつ、ドンキの大容量の、大容量のやつ、なんてやつだっけ、やつしか言ってない。ハートありがとう、たくさんありがとうございます。星もありがとうございます。最近ね、これを頑張ってます。頑張ってるっていうか、やるようにしてる。グツ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 。あ、単独コンサートのときめっせのゆかちゃんとツコン単独コンサートのカウントダウンしなきゃ。あと13日、何日、あと12、え、12かな、12か、え、やばっ、2週間もなかった。みんなこの期間、公演もおしゃべり会もなくなっちゃったって思ったけど、2週間ってあっという間だよね。やばい、どうしよう、心の準備がまだ2週間もない。いてて、もう今日もう体が痛くて痛くて、腰が痛い。今は痛くないけど、ずっと座ってって、今日立った時にめっちゃ痛くて、コンサート前に整体に行くと決めた。
ートたくさんありがとうございます。あっちゅうまいねえ、あっちゅうまい、お疲れ様です、ありがとう。毎日レイナの夢見てるんで寂しくないですって、本当に夢に出てきちゃうぐらいレイナのことが好きなんですね。夢に出てくるってさ、考えてなきゃ出てこないからね、そういうことですね。グツグツしてる、すごい鍋で煮込まれてるみたい、蒸し料理みたい、煮込み料理じゃない、蒸し料理だこれは。小籠包になった気分、小籠包食べたい。昨日ストリートファイターのコスプレしてる夢見た夢単純なタイプや、それ絶対ストリートファイターの格好してたからな昨日。フォロワーどれくらい増えたかなストリートファイターファン増えたかな。虫レイナ気持ちいい、これ足にも当てたい。冷え性だから足がね本当にね冷たいの、この寒くなってくる季節、夏でも冷たくなっちゃうぐらい。ちょっと足にかけよう今だるまみたいな体育座りして足にスチーム当ててる、足浮かせて。あったかーい、やばい、めっちゃあったかい、蒸れる、蒸されてる。なんか太もも筋肉痛なんだけど、なんで痛い、痛い、痛い、熱、痛いじゃない、熱だった。ほら足をかけないとこう煙がいっぱい出てくる、足やるとほら煙が今足やってます、濡れ足になっちゃった。なくなってきた、ニーニャに切り飛ばされたい人生でした今日あインスタにチャイナじゃないや、ストリートファイターのチュンリーの画像載せたんですけど、コスプレのストーリーでメンション、ストーリーでメンションっていうの、ストーリーにその投稿載せようとしたらチュンリーって調べたら出てきたんです、スタンプが。ストーリー見てみて雑じゃないよ、ストーリーでさチュンリーって調べたらねスタンプが出てきたんです。結構よ5個ぐらい出てきたかな、絶対出てこないと思ってさダメ元で調べたら出てきた。春にうららかのレイ、レイのレイで、レイナのレイで。あれってさ、岐阜っていうの？インスタのストーリーのスタンプってさ、あれ一般の方が作れるやつなの？私でも作りたいと思ったら作れるのかな？岐阜？自負って言うんだ、へえ。岐阜なんだか分かんなかった。はあそろそろいっかな、31日オンラインイベントなのね。おお
表されましたか？そうなんですよ。なんと30日コンサートの後、次の日すぐにイベントがあります。みんな大忙しだよ。コンサート終わったって余韻浸ってる時にもう次の日イベントだから、みんな大忙しだよ。でも何やるか全然分かってないんですよね。やるっていうのはしてたけど。イエーイ、多忙多忙。幸せな土日になるね。ね、素敵な日曜日、キュキュキュのキュー。もう今日ストーブ出しちゃった。まだ使ってないけど。愛が揺れる世界の中で僕たちはキスをしよう。31日観光するつもり。確かに。え、まるまる1日。ねえねえ待って、あ間違えた。え、ねえハードすぎない？大丈夫、誰かぶっ倒れない？知らなかった。なんで私たちも知らないんだろうね。ネットに載ってますか？え、待って待って待って、新潟観光する日まんまな、くるぎまんま。そうだよね。いや、イベントなのはしてたし楽しみだったんだけど。10時から9時10分やばー。でもみんな観光しな、オンラインだから観光しながら見れるかもね。メンバー順番なのね。え、5枚目シングル「シャーベットピンク」通常版、6枚目シングル「オーサム」オンラインイベント開催決定。まさかこれか、同時に開催するのか。5枚目のシングルのイベントと6枚目のシングルのイベントを同じ日に同時にやるっていうのか。やばい、盛りだくさん。え、すごい、知らなかった。全部出てるよ、タイムテーブルも。すごい。ちょっとじゃあみんなでちょっとずつ一個ずつ確認してこう。リアルイベントもやるみたい。 CD 開けなきゃ。確かにサントピアじゃない。え、サントピアはシャーベットピンクだよね。え、サントピアどうなったの。タイムテーブル10時から10時半コスプレファッションショー。西方まりな、安藤千香の、佐藤海里、津島えなこ、藤崎美優、川崎川越さあや、富永優、真下果歩、三村ひの。なるほどね、いいメンツですね、コスプレファッションショー。よかった、コスプレファッションショーじゃなくて。え、カラオケ大会は私入ってのをやりたかった。あ、同じメンバーで次の部のカラオケ大会も一緒だ。第3部最高のコンビは私たちだ、コンビ愛対決。出演メンバー荻野、小熊、門、草壁、誠治、西方、対馬、曽我部、寺田、古沢。なるほど。西荻、角継ぐ、にゃーにゃー、夢ゆな、まなひなですね。あぶこな、あぶこないない。でもこれはな、西荻に勝たせてあげたいけど、本気でかかります。次、何これ、長野チームの時間。リカ、ナナコ、チカナ、ハルカ、ムラ、ユメ。あ、本当だ、昼もテンション上げて。大カラオケ大会出演メンバー、小熊、門、誠治、中井、なら、ほんま。やったー、カラオケは全員あるのか、順番で。嬉しい、カラオケ大会もあります。
次が「テッドくんの部屋」in NGT ホテル劇場「奈良を越え古田」って「奈良部新潟スイーツ部を茶会」スイーツ部のメンバー8部え、すごい12部構成にゃにゃしか勝たん。いや、コンビ愛の対決絶対勝ちたい。自信ある。これはどんなゲームなんだろう。8部がラーメン部で9部がアルビエクゼ BB ブースト配信。かかとのメンバーですね。これが10部お笑い向上委員会。お笑い向上委員会いなくていいんかい。いや、全然いなくていい、全然いなくていい。私正直正直全然いなくていいな。だから私はこれであれですね、バラエティー班ではなくアイドル面として、アイドル面じゃない、王道アイドル面としてのくくりに入りました。ありがとうございます。11部最新情報盛りだくさん、コンサート大反省会。え、反省会だって全員いないんやんな。12部声夜も声出していこう大カラオケ大会。すごい盛りだくさん。全員集合は一回もないのかな。どれがリアルイベントなんだろう。お笑い担当じゃなかったってことですよね。これはたら違和感あるもんね。ちょっとね、リアルは後日。サントピアのイベントできるといいね。だってシャーピーのサントピアのイベントめっちゃみんな楽しみにしてたよね、メンバーもファンの方。みんな残ってる、ちゃんとシャーベットピンクの時の件。リアルイベントも予定してますって感じ。どこに書いてある？リアルイベントも、リアルイベントって書き方してる？あ、本当だ。あ、違う。登録期間とかもあるからみんな忘れずに。これしっかり一語一句読んだ方がいいね。私はちょっと読めないけど。あ、本当だ。なお新型コロナウイルスの状況を 見ながら今後も5枚目シングルシャーベットピンク、6枚目シングルオーサムに投入されているイベント券参加券をお持ちの皆様、大切なイベントの準備を進めてまいります。だってそう、詳細は確定してご案内。だってこれはでもあれじゃない、サントピアだって一回発表されてるからやるんじゃないかな。鑑み
カンガミって読むのこれ。カンガミなんて初めて聞いたんだけど。いつ使うのこの言葉。サントピア行きたい。私も行きたい。でももう冬で閉館しちゃしてるのかな。もすごい本当に盛りだくさんだ。使い切らずに取っとかなきゃ。やるなら春かな。春はいつ頃来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし。え、この曲ってさ、あれこの時のための歌だったんだ。めっちゃぴったりやん。知りたいよねみんな。できるのであれば早く知りたいよね。今度スタッフさんの前でさりげなく歌っとくね。気づいてくれるか分かんないけど。春はいつ頃来るのだろう。サントピアのイベントはいつ頃来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいない。剣がもったいないかもしれないし、もったいないかもしれないし。そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春。遅すぎるよね。本当に歌っとくわこれ。任せて。ダッサンちょっと聞いてほしいんですけど。春はいつ頃来るのだろう。サントピアのイベントについてお聞きしたいことがあるんですけどって言ってこの歌歌うね。そしたら多分身どもりで帰ってくる。あー、そのことについてなんだけど。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよねって言われたらもう何も言えないですね。この歌歌われたらもう平和に終わってしまう。そういう歌なんでこの歌。すごいなぁ NGT。 NGT のまさかのアーサーソングだった。みどもり結構どんな曲にもアンサーとして使える気がするんだけど。どんな質問にも。面白い。すごいすごい伏線回収すごいな秋元先生。コロナをも見越してこの曲を書いたんだ。言い訳ソングやめて。この曲歌えばみんな幸せになるんだから、平和に終わるんだから。
この赤み消える気がしないんだけどさ、ひどい。2、3日で消えるって言われたのに、めっちゃ痛い思いして頑張ったのに消えない。泣ける。せめてここだけでもやらなきゃよかった。ここめっちゃ目立つ。ここはなんかコンシーラーでさあれだけど、ここってコンシーラーとか落ちやすいんですよ。めっちゃ目立つ。ショックすぎる。やらなきゃよかった。でもザラザラは消えた。ここもデコボコは消えたけど、まだデコボコな時の方が目立たなかった。でもこれ内出血って言われたけど、内出血ってよりもたぶんなんか傷っぽいんだよね。えぐられたもん。メラノ CC、 メラノ CC 今塗った。でもさ、塗りすぎも良くないかな。オルビスのクリーム美容液がどっかにあったはず。メラノ CC はニキビがちょっとできたなって時に使う。普段は普通の乳液だけ。やっぱさ、スチーマー当てると目がすっきりする。足が寒すぎる。靴下箱モコモコの。ジラピケのは洗濯してしまった。ちょっと持ってきます。やばい、つけっぱだった。スチーマーなくなったら自然に消えるのかと思ってた。ももちゃんの靴下です。ちょっとモコモコの可愛い。可愛いけどこれ洗濯すると毛玉つくタイプ。ファンの方からいただきました。スリッパもね、ももちゃんもつある。ほら、パジャマかわいい。これでも去年から着てる。え、これもファンの方からもらったやつ。これもファンの方からもらったやつだし、これもファンの方からもらった。いつもありがとう、プレゼントみんな。暖かくして、ぜひ引かないでください。コンサートまであと12日。これね、いただいたんですけど、ファンの方から。日暮らしの泣く頃にのマグカップなんです。よく見てほら、これミオン、これサトコとサンリオのコラボのやつ。これがレナかな、これがリカかな。あ、これがリカか。これは、あ、親代様だ。シオン、あ、なんだっけ、カメラマンのケイチ、あ、ケイジ、
ちゃ可愛いの、サンリオとコラボ可愛いね。食べたきフラッシュ、そうだ、フラッシュ新しいのまだ見れてない。コンサート終わったら見よう。全身はこれのセットアップです。でもパジャマの下の方がちょっとめっちゃ汚れてて、ファンデーションめっちゃべちょってつけちゃって見せられないパジャマだからと思って落としてない、汚いまま。ご飯の買ったからプレゼントたくさんいただいて、もう本当にありがたいです。枕もファンの方からいただいたし、ベッドカバーとかもねいただいて、今使ってる。あとぬいぐるみはいっぱいある。あとお洋服とかいろいろ。ストーブつけんのまだ早いよな。10月いっぱいは我慢したいな。レッスンであんまお家いないし、どうせだったら今月めっちゃ節約しようって思って。ストーブ今ここにあるんだけどね、埃がすごくて全然使ってないから。掃除しようって思ってたんだよね、朝しようって思ってたんだけど時間なくて。久しぶりにこうやって使った。これわかるかな、絶対0度だっけ、絶対0度の本田翼さんが使ってたやつ、ドラマで。めっちゃ本当に後ろに人がいるみたい、すごっ。めっちゃいい、これずっと飾ってた。これこうやって使うとめっちゃいい。アイナからリツイートされてた引用、これで生写真撮ってた。撮ってた、懐かしい。もう生写真のネタがなさすぎて、なんかあんまお家も出れない時期だったから、自粛期間で。だからもう家でどう撮ろうって思って、ネタがなくてもうこれしか思いつ、これで撮りました、お家で。うわこれめっちゃいい、やばい、めっちゃいい。良さに今更気づいた。めっちゃ気持ちいい。このなんていうの、ビーズっぽくなってて、人をダメでするクッションの中のビーズと一緒の感じ。朝家でやろうと思ってたことを今配信中にやろうとしてます。お掃除、ストーブのお掃除。これワイパー用だけど、ホコリ取るやつだから、ストーブのホコリをこれで取ります。あんまついてない何か食べるとしたら、これ大きすぎる、袋が。こちら2つで200円ちょっとでした。すごく お安い お買い得です。こういう掃除好きなんだよね、ほこりの。
ちらこんな感じとなっております。でも割と掃除しやすい感じになってますね。めっちゃ鏡になってた、気づかなかった。扇風機もヒーターもどっちも縦長タイプのを使ってます。ほこりめっちゃ取れる。掃除しやすくてめっちゃいい。これ取り外し簡単で女の子一人でもできちゃう。扇風機まだ出したまま。わかる、私も出したまま。でもストーブも出しちゃった。扇風機邪魔だからさ、実家に持って帰りたい。なんか汚い、埃は取れたけどなんかシミがすごい。なんでだろう。なんか換気扇とかさ、空気清浄機のほこりの部分をこうグワーってほこり取るのとかめっちゃ好き。私串に挟まったほこりとか、こういう串に。これをはめていきます。違うだ。止まらない。の換気扇を掃除しに来てください。いえちょっと考えときます。いいよとか言えなかった、すぐ可愛く。今でもちょっといいよって可愛く言えないな。自分でやります。あと排水口の汚いのとかブラシでゴシゴシするのも好き。気持ち悪いけど綺麗になるのがめっちゃ気持ちいい。でもなんか自分の家だったらできるけど実家だったら絶対できない。自分のしかできない。触れない。なんでだろうね。そんなもんだよね。めっちゃ現実的でごめんなさい。1万円出します。お金じゃないんですよ。実家もやりましょう。だから本当に家政婦さんとかって本当にすごいなって思う。家政婦さんってでもさ実際にいる職業、職業だと思うけどさ実際見たことないよね。本当にいるのってぐらい知らない。周りに家政婦さんももちろんいないし雇ってる人も全然聞いたことないし、本当に実在してるのって思う。もう家政婦はもう家政婦の三田と家政婦の三田園のイメージしかない。
これ本当はこういうやつ。家政婦の渚さん、わー見てた、めっちゃ良かった、そのドラマめっちゃキュンキュンした。あの渚さんの演技がすごかった。こんばんは、こんばんは。よし、これでもう明日から、あ、使わない、まだ、もうストーブが使えるようになりました。掃除配信になっちゃった。お腹が空いた。最近この時間になるとお腹が空くの。次はどこのお掃除。あーでも排水口じゃなくて、キッチンの流し台磨きたい。晩飯食べてない。それはお腹すく。今から食べるの？俺の汚れた心も掃除してください。汚れちまった悲しみに。今日もなんとかなんとか。なんだっけこれ。そんなことないよ。汚れてないよ。心が汚れてたらアイドル応援できないよ。あ、逆上がりのセリフだ。そうだ、あ、私参加してないんだ、最初の寸劇だから分かんない。掃除って始めるとなんかせちゃう。入る、めっちゃ入る。でも私時間に追われてる時の方が掃除やる気になって、洗濯とかして、洗濯は掃除には入らないけど、トイレ掃除して掃除機かけてっていうのを家出る直前とかに始めちゃったりするんですよね。あと15分で家出るって時にババーって一気に。時間に追われるとね、逆にやりたくなる。ゆっくりしてるときはもう本当にゆっくりしたい。でも私あんま家でゆっくりしてる時間ないな。コンサートとか限られずに。ギリギリ大好き、そう、ギリギリ大好きマン。掃除と爪切りは家出る直前。めっちゃわかる。え、爪切り家出る直前なの、めっちゃわかる。え、わかる。なんでだろうね、あれ。爪切りってでも一瞬でできるじゃないですか。ゆっくり時間かけてやらないじゃないですか。爪切りなんてテレビ見ながらとかさ、いくらでもさ、やる時間あるのに、夜とかにも。家出る直前にやりたくなるよね。めっちゃわかるわ。これ全人類です。全人類みんなそうなの？もしかして。え、お風呂上がりは全然やらない。朝の家出る直前、私も。でも掃除ってさ、あ、今は掃除の話じゃなかったけど、掃除って気
気分転換になるよね、すごい。あの靴のさ、スニーカーとかで汚れちゃった靴のさ泥とかをさ落とすのもめっちゃ好き。あれやってる時ほんと無になれる。私一回考えたもん、なんかあれ私これやってる時間好きだなって思って、靴磨いてる時に、汚れ落としてる時に、将来靴磨きしようかなって一回考えたことあるガチこれ好きなん、好きなのかもわかんないけど、めんどくさくないんですよね、それやってる時間だから好きなのかなみたいな思って、いいなってでもこれを職業にして、今は自分のやってるからいいけど、誰かのってかお店で働いていろんな人の靴を磨くってなったらまた変わるのかなって。靴磨きが好きなわけじゃないんだけど、なんかやってると楽しい。でも革靴のちゃんとした靴磨きはまだやったことない。マーチン一回も磨いてない。凝り性、でも好きなだけじゃさ職業にするのは難しいよね。靴磨きの人もたくさんたくさんね練習してお店やってると思うし、靴屋さんにでも一回だけ持ってきたあるんだよ、持ってったことあるんだよね、靴磨きにスニーカーめっちゃ綺麗になって感動した。革靴の靴磨きセット欲しいな。革靴のやつをさちゃんとしたやつでさ磨かなきゃダメになっちゃうねきっと。ハートたくさんありがとうございます。好きなこと自分の職業にできたらいいよなって。でも私たちは私たちアイドルはその数少ない好きなことを職業にできるっていう一つの、あの職業なので、アイドルっていうのは感謝しなきゃなってすごい思う。そういう周りの人がさ仕事とか始めたっていう話を聞いて、すごい大変そうな、大変そうで、人間関係とか朝毎日起きて同じ時間に、やっぱアイドルって本当に飽きないんですよね。仕事は多分きっともう疲れた、やめたいって思う時たくさんあると思うけど、アイドルは本当に好きなことを職業にできてるし、結構やりたいこともやったりできるし、会社員辞めてパン屋さんになりたい。そうだよねやめちゃいなよもう言えないし、いいと思うもう言えないな パン屋さんで働くのでも素敵だね。なんか夫婦ご夫婦とかでさ、もう何年も続けてパン屋さんやってるお店とかすっごい素敵だなって思う。夫婦でよくあるじゃないですか、パン屋さん。朝めっちゃ早そう。いや確かに、いやパン屋さんも大変だよ。いや毎日同じ時間に起きて毎日同じことをするっていうのが大変だよね。アイドルって結構その時によって仕事の内容も違うし、起きる時間も違うし、寝れる時は寝れるし、忙しい時は本当寝れないけど、
寝る時間も少なくなるけど、逆に言ったら休みが不定期っていうのはある。スケジュールも結構ギリギリで全然予定立てられないっていうのもあるけど、でもその分そう飽きない、いろんなことできるから。パン屋さん朝早いね、夜は早いね。ん？朝早くて夜は閉まるのも割と早いもんね。でも次の日の下準備とか前日しなきゃだもんね。土日は絶対に休みたいです。土日休みってさ、サラリーマンは基本土日休みなんですか？でも週に2回休みがあって2日選べるとかじゃなくて、絶対土日は休みっていう決まってる職業もあるじゃないですか。私の両親は2人とも土日休みとかじゃないから全然違うんだよね。オフィスで仕事してたら土日休みなの？リーニャがアイドルになってくれて本当に感謝してます。そう言ってくれて本当に私も感謝です。そんなこと言ってもらえる人間になれるなんて思ってなかった。18年8年前ぐらいは将来のこと全然考えてなかったもんな。アイドルは好きだったけどなれるなんて思ってなかったし、オーディション受けたのもバイト AKB がきっかけで、受かると思ってなかったし、最初はバイト AKB っていうのでもう、はい、自分が AKB グループに入るっていう想像ができなかったし、そんな勇気も出なかったけど、小さい頃から芸能界やりたいっていう気持ちはずっとあって、そうバイトでできるならって思って、すごいなって思ってバイト AKB がきっかけでオーディション受けたんですけど、ここから受かって本当に受かると思わなかった私。でも最終審査全員合格だったんですよね、バイト AKB。 最終まではちゃんと1時書類審査、2時オーディション、3時も直接オーディションみたいなあったし、あそこでバイト AKB で受かってなかったら私どうなってたんだろう、本当に想像つかない。働いてたのかな、靴磨きしてたかな。綺麗だよ、綺麗、ちょっと待って声出なかった、綺麗だよ、ありがとうございます。よいしょ。おやばい、めっちゃ小指立てた。アイドルなってなかったの、正直でもバイト AKB がなかったら多分そんなにそこまではちょっと度胸はなかった気がする。私テレビの前で見てた側だったから、ほんとバイト AKB のオーディション受けてよかったなって思う。周りの人にも会える、友達もリーナがアイドルになってくれて嬉しいって
地元の友達すごい言ってくれる、なってよかったねって。ソフトボールでバントしてたかもな。そうですね、中学生はバントしてたね。中学生は多分バイト野球部受かってなかった。でバイト野球部の時もは実家から通ってたから部活とかも行ってたんですけど、でも行けない時も結構あったな、レッスンとかで。バラありがとうございます。りーちゃんはバイト野球部に選んでくれて本当にありがとう。いや本当にありがとうございます。聞きたい、なんで私受からせてくれたんですかって本当に聞きたい。そういうのは知らない方がいいのかもしれないけど本当に聞きたい。3時は全員だったけど2時で誰かがさ選んでくれてなかったらさ選ばれてないから。してなかった今の大学生、大学生の自分想像つかない。楽しんではいるだろうけど、楽しいだろうけど、みんな楽しそうだし大学行ってる子たち友達とかたくさんできて、いやでも本当アイドルになってよかったなって思う。絶対なってよかった。なかったらこんなにみんなと出会えなかったし、こんなにたくさんの方に求められることもなかったし、自分がすごいよね本当に奇跡。その中でもさ西荻とアイナとバイト AKB からずっと一緒ってさ、それも結構運命だと思うんだよね。ずっと一緒ってすごくない？元バイト AKB の人でアイドルやってる人って結構少ないし、48グループもいたけどでも卒業されたメンバーが多くて、花ちゃんとかもバイト AKB ドラフトって一緒だったけど、あとはバイト AKB からって言ったら、あと誰？ホテートグループ西荻、にゃーにゃー、はなちゃんぐらい。バイト AKB かすごくない？ NGT にバイト AKB からずっとやってる人が4人いるのがすごい。出会うなんて奇跡よ。りんにゃが NGT じゃなかった、新潟一回もなかった。いや私も新潟、こんな新潟に来れて幸せだって。ご飯めっちゃ美味しいもんいやそれだけじゃないけど、新潟にのいいとこたくさん知れた。新潟に来て本当にすごい。ハートはたくさんありがとうございます。いや私新潟来なかったら多分もうお菓子ばっか食べてたと思う。お菓子がめっちゃ美味しかったもん。 NG 新潟に来るまで、新潟に来てからもご飯が美味しくてお菓子全然食べなくなっちゃった。ご飯よりお菓子だか好きだった、埼玉にいた頃。今はもう舌が肥えちゃって、もうウニ大好き、白子大好き、あん肝大好きとか言っちゃって、もうまだ20歳なのに。ありがとうございます。
新潟はね、あの人も優しい、本当に本当に親切、みんな新潟の県民の方にたくさん助けられた、私プライベートでも。それこそガタフレでもすごい、あの新潟の街をブラブラしていろんな出会いがあったんですけど、ガタフレの番組の中でも本当みんな優しくて、新潟じゃなきゃ作りできないロケだったと思う、作れない番組だったと思う、新潟フレンドって。本当に痛風気をつけてね。いや私痛風本当に怖い、私だって大好きだもん痛風な食べ物。やだ、想像するだけでゾクッとする。全然どんだけ辛いか分かんないけど痛風の人が。でも風が来るだけで膝が痛いんでしょ、かわいそう、辛い、辛すぎて胸苦しくなる痛風。え、痛風ってなんでなっちゃうんだろうね、痛風の人いる？え、待って、本当にかわいそうな、かわいそう痛風。痛風鍋食べてみたい、わかる、めっちゃわかる、若いうちに食べとこう。え、待って、痛風の話したらめっちゃ気持ち悪くなってきた、やばい、痛風じゃないよね、私遺伝の影響が多い。いや大丈夫かな。ママもあん肝とか大好きなんだよね、ママの味覚、私本当に食の好み。やばい、今甘いもの食べたい。気まぐれクックの動画で我慢します。いやでもさ、ご飯のなんかお腹空いた時にさ、 YouTube とかでご飯の動画を、大食いの動画と見て紛らわせる、させるって、紛らわすって人でさ言うけど、私それ本当にで無理、わかんない、逆にお腹空いて我慢できなくて食べちゃうタイプだと思う多分。全然お腹空いてない時に見たい、そういう動画。ジューシー、おいしい果汁配中。太りすぎたらダメなんだ。絶対に大丈夫、私は若いうちから気にしてるから。高校生の時なんてさ、体型なんて全然気にしないじゃん。でも私はやっぱこの職業やってるとさ、嫌でも気にしちゃうからさ、周りと比べたりして、みんな細いから。でもみんな気にしなくていいよって言ってくれるけど、本当にこの職業やってると本当に気にしちゃうんですよね。気にしなくていいのに、よくても。みんな細いんだもんだって。早く寝るのが一番、でも睡眠大事なのは。そう、今日はでもお風呂入ったので、あと歯磨いて寝るだけだから大丈夫。どうと特別なオンリーワンだよ。もともと特別なオンリーワン。
ネグにこだわるようになったら大人。え、そうなの？そうなの？え、私こだわるかな。あんまこだわらないからまだ大人じゃない。でも絶対私こだわった方がいいと思う。体だって腰痛いとか言ってるから、ちゃんと自分に合った、自分に合った枕とベッドとって選んだ方が絶対いい。寝具、え、寝具って読むの？これずっとネグって言ってた。ネグってか言ったことないけど、初めて言ったけどネグだと思ってた。多分頭の中で初めて言葉に出したこの漢字の言葉。私漢字知らなすぎてやばい。大人になれるっていうか、もう本当に将来不安になる。今何キロなの？今ね、何キロだと思いますか？いいね、あゆみならね。やだやだやだ、ネグで覚えたくない。シングって今覚えた。昨日の鬼滅の無限列車の第2話見て前に見てないです。1話も見てない。もう録画溜まりすぎて全然見れてない。リンゴ50個分リンゴ50個分わかんない。リンゴ1個分何キロなの？何キロって言うんだっけ。よくあるよね、体重何キロですか、リンゴ何個分です。月曜通日になってたね、らしいね。止められなくてよかった。メール、月曜日が月曜通日になってたらしい。ツイッターで知って後でメール確かめたら本当になってた。こんばんは、こんばんは、こんばんは。仕事終わって帰ってきました。お疲れ様です、お疲れ様です。遅くまでお疲れ様。5時で泊まれることあるんです、最近。めっちゃ今年入ってからかな、泊められるんです。5時で1回、5時、私5時よくするので、5時ちょっとした5時だったら送信してくださいって言ったんだけど、でもすごいしっかりしっかり検閲してくださってて、よく止められる。最近5時に気づかない。でも月曜つびはなんかそんな気づかなそう。私も怒られてきた、気づかないか。 LINE とかはほんと5時ばっかで何も考えないで打つから。でも結構ね、周りみんな5時ばっか、5時あっても LINE はそのまま送って、しかも伝わっちゃうから直さないから、メールもそのまま5時、5時めっちゃあるんだと思う。フォトログ5時やばかった。え、嘘でしょ、今日のフォトログやば、本当にやばかったって、本当にやばい。確認してみる。
充実したでした。片言みたいになってる。初めて来た方たくさんいて嬉しかった。完売目指して一緒に、完売目指しても完売ウォーって入れる大発だったわ多分。違う、今日移動時間があって、移動時間に帰ってたんですよ、うとうとしながら。今日このフォトログ、え、そんな5時なくない？販売王の王が抜けてるのと、充実したでしたぐらい。今日疲れてるんです私。これはこのオトロが本当にほぼ寝ながら書いた。ちょっと今日移動時間が長くて、お仕事で移動時間に書きました。これ書いた後ネタもちょっと、10分15分ぐらい。思ったよりひどくないよ5時。みんなのフォトログ久しぶりに見た。ゆうちゃんがおしょってあげてる。フォトログ最近更新できてなくてごめんね。10月7日ぶりに更新した。この写真の透明感えぐくない？この写真ね、あゆ太郎、あゆカメラで撮ってくれた、あゆの携帯で、あゆの携帯めっちゃ漏れる。お腹鳴った、お腹すいた。今食べたら絶対に太る。食欲収まれ。背負ってるの赤いの何？背負ってる赤いの何？私の相棒ですな。ガムね。でもガムってさ、お腹空いた時に食べるとめっちゃ美味しくなくない？わがまま女だね。なんか私薬飲もう。ビタミン剤飲む。肌荒れがすごいから。これが背中にいる時の安心感やばい。初めてこれつけて歩いたけどめっちゃ居心地いい。やばい、かわいい、めっちゃかわいいんだけど。赤ちゃん欲しい。赤ちゃん欲しくなる。子供育てたくなる。よし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 。今日はにゃにゃ声から1周年か。1年あっという間だな。
かみたいな叫び声出しちゃった。大丈夫、3個しか落ちてない。2個2畳だから1畳ちょっとこれは戻すのはあれだからティッシュにくるんで明日伸びます。これ絶対ゴミと間違えて捨てちゃうやつ。危ない、奇跡的に 3畳しか落ちなかった。いやこれ全部落ちてたら私泣いてた、多分ガチで泣いてたと思う。こういうの本当に嫌になる。この前スチーマー、昨日かな、昨日もスチーマー倒して床に水お湯ばらまいて、カーペットだったらまだいいけど床だったんですよ。だからもうショックで泣きそうになった。これ1個こぼれた感じのでした。わかる？え、わかる？音めっちゃこぼれた音したよね。どうしよう、私見えてないだけでこぼれてたら、うわっ、座椅子の下にめっちゃあった。うわー、いやめっちゃでもない、1,2,3,4,5畳だから合計6畳。でもいいよねこれ、もったいないから3日間飲もう。もう最悪。わかる、私もめっちゃ落としたと思ったんだよね。でもなんか受け入れたくなかったんだと思う。これ絶対捨てちゃうよね私、これ間違えて。どうしたらいい、ちっちゃいこのジッパーみたいな、チャック付きセサミストリート、セサミストリート、めっちゃちょうどいいのあった。これ使い道ないなって思ってたんだよね、3年前ぐらいに買ったやつ。これがね20枚ぐらいあるんだよね。もう落ちてないかな、いやもう信じたくない。これをティッシュに包んで、配信終わったらもう2、3通見つけそう。わかるめっちゃやだ。はい、これで捨てない、また落とした。はい、あと3日間はここから撮ります。ああやだやだ、もうない、多分出てこないでくれ、もうこれ以上私を困らせないでくれ。いやないな、多分ない。捨てたらめっちゃショック
こういうのめっちゃもったいないって思っちゃうタイプなんだよね。別にこれぐらいいやって思って捨てるタイプと残しといて使うタイプ。試供品とかもファンデーションとかの試供品これぐらいのやつ3日間ぐらい使う。ティッシュに挟んどいて。でもティッシュに挟んどくと捨てちゃうんだよね結構。よく捨てちゃう。ティッシュに挟んどいた大事なもの。経験ありです。捨てちゃった経験ありです。ティッシュに挟んでたやつ。イヤホンどこ行ったっけ。今日出してたんだよね。しまい場所決めたのに。ない。今日はニャニャの1周年ということでって言ってカラオケしようとしたんだけど、今日朝出るときにエアポッツかコードか迷ってエアポッツにして有線のやつをどっかに置いた。入れしまった。朝急いでたんですよね今日。1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待っててください。
やばい、まさかすぎる。洗濯物の上着のポケットに入ってた。なんかそんな気がしないでもなくって、危な、洗濯回さなくてよかった、まだ洗ってない。でもこのイヤホン2回ぐらい洗ってる実は。いや今回は洗わなかったです。でもイヤホンってね、洗ってもね、多分5回ぐらいは洗っても大丈夫。意外と壊れない、わかる。危ない危ない。わかんない、アップルの純正。洗えるイヤホンです。それじゃあ、アームイヤホンつけたんだった。聞こえますか？あ、あ、あ、マイクテスト中。ほ、ほ、ほ、は、ほ、ほ、ほ。それでは、聞こえますね。じゃあ今日はニャーニャー公演から1周年ということで、ニャーニャー公園の中から選曲して歌いたいと思います。最近ニャーニャー、ニャーニャー公園全然、もう最近やったの一番最近で12とかだ、なので、12で18とか9月の中旬ぐらいだったよね。準備完了。ニャニャ公園ロス、ニャニャロ公園ロスの皆さんのために歌いたいと思います。バードって入ってるのかな。バード入ってるのかな。歌ったことないけど。入ってた、間違えた、間違えた、入ってなかった。入ってなかった。ベイビーベイビーベイビーだ。なんか バスみたいな、バースみたいな曲と間違えた。わかんない私この曲。それではベイビーベイビーベイビーがあったので、一回歌ったもんねこれ。ニャニャ公演で新しいセトリで1曲目にやってるこの曲を見たいと思います。聴いてください。I love you baby 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 振り向いてくれ、誰かに向けてるその視線、僕の脳にも気づいて、愛しさの答えが
欲しい。 I love you baby 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 微笑んでくれ、僕を虜にした唇、君を独占させてよ、せめて夢の中で。キスの前で目が覚めた、その先はお預けさ、いつも同じいいとこで僕だけ一人取り残される。恋はあと少しで届きそうなのに逃げてしまうから、追いかけたくなるんだ。I love you baby 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 僕のアイドル、キラキラ眩しい存在さ、君と出会えた奇跡に生きているその意味知った。 I love you baby 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 抱きしめていいよ、真夏の日差しを浴びながら、まるで恋人みたいに、いつか夢の中で。誰もいない砂浜で僕たちは見つめ合う、寄せる波は胸騒ぎ、永遠の長さを教えてくれる。恋はそばにいても手には入らないなら、いい僕だけの秘密、言葉にできる日まで。 Hard to say baby 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 勇気が欲しい、僕から声はかけられない。もしも天使がいるなら、その意味でハートを狙え。 Hard to say baby baby babyささやきたいよ、どこかの木陰で寝そべって、まるでコマーシャルみたいに、絶対夢以外で、まるでコマーシャルみたいに。タラララタラララフー、タラララタラララフー、トゥル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 、トゥルトゥル。 I love you baby 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 振り向いてくれ、誰かに向けてるその視線、僕の脳を気づいて、愛しさの答えが欲しい。 I love you baby 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 微笑んでくれ、僕を虜にした唇、君を独占させたよ、せめて夢の中で。トゥルルルルトゥルトゥトゥルルルトゥルルトゥルルルトゥルトゥトゥル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 。イエーイ、エコヤー、どうなってんだその椅子どうなってんだその椅子に笑っちゃった。確かにこれ不思議、椅子に見えるね、座椅子の一部に見えるけど、これは私の相棒です。あ、アイナです。私の相方アイニャです。ニャニャ公演から1周年ということで、今日はアイニャもう寝ちゃってるんですけど、珍しく早く寝ちゃってますので、背負いながら歌ってます。アイニャを、全身赤タイツのアイニャ。ベイビーベイビーベイビー、やっぱ可愛いこの曲。待って、寒くないですか、ね、足がやばいぐらい冷たいんだけど、ストーブつけようかな。
セントコンセント延長コード、ストーブをつけます。さっきお掃除したストーブ、これで少しあったかいかな。なんかめっちゃ焦げ臭いけど大丈夫かな。こんなもんだっけストーブって。久しぶりにつけた顔が、行ったり来たり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 って歌詞の曲絶対あるよね。 AKB に絶対ある。今や電気ストーブ活躍中です。電気ストーブ、私のも電気ストーブかな、灯油入れないやつ。実家のストーブ懐かしい、灯油入れてガチなストーブのやつ。あれさ、玄関にさ灯油置いてあってさ、靴箱とかのところにあれを取りに、灯油を入れに行く入れに行かないでめっちゃ言い合った、家族で。行ってきてって言われて、でも寒いから行きたくないんですよ廊下に。で大体やってくれるのお兄ちゃんだった。って言ってじゃんけんで負けた人が行くシステムだった。あ、そういう時もあった。私もでも重いし、やっぱり男の人にっていうやってもらうっていう。ママとかずるい、仕事帰るまでに灯油入れといてって。仕事帰る前にって言われたらやるしかない。みんなやりたくないよね、わかる。懐かしい、実家思い出す。最初に言い出した人でしたうわそれめっちゃやだわ。めっちゃやだけど自然に行っちゃいそう、行きたくないって分かってても。灯油なくないって。わ、めっちゃあったかい。割と遠くに置いてるけど遠くでもあったかい。遠くって言っても1メートルぐらいだけど。こたつ欲しい。でもこたつ買ったらな、電気代めっちゃかかりそう。でもこたつか電気カーペット欲しい。どっちがいいんだろう。次は何歌おうかな。なんか頭が回らなくて赤さたなが全然出てこない手もでもの涙、赤さたな、赤さた立ちつてあった。にゃにゃ公園からなくなってしまってみんな悲しんでいるこの曲です。みんな涙涙のこの曲です。大人列車も歌う、後で歌う。ズズカズズズズカズズ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 ズカ、
降り始めた細い雨が金色の頂上を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地。声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。一人きりで歩き出した切なさが残る道。心の中迷い込んだ誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて遠い雨雲思ってるのでしょうか。こんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて。あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって輝き続ける。でもでもの恋よ。切ないね。一人で歌うと意外ときつい。息継ぎが。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたをこの場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。でも手物物の涙はね、振り簡単だけどね、一歩間違えるとほんとね、分かんなくなるんだよね。何回か間違えたことある。でも間違えてもすぐ修正できる。一回ニャニャでめっちゃ間違えたことあって、てか間違えたっていうか振りが出てこない時があって、頭真っ白になっちゃって、その時もうめっちゃアイナのこと見て踊ってた。全部が神明の振りなんですよ。だからもうそこで感じながら、めっちゃイントロの時かな、振りが本当に出てこなくてやばいってなってアイナ見ながら踊ってたことある本番で。本当にその時やばかった。頭が真っ白になっちゃって一回だけあったんだよな、振りが全然出てこない時。割と近いから踊ってる感覚も2人だけだから、一回そういう時あった。多分気づかれたか分かんない。一番前の人とかちょっと気づいたかもしれない。ずっとじゃないけど最初の頃、最初の方イントロから出だし振りが出てこなくて、ステージ上がって頭真っ白になっちゃった時本当に焦る。
足がめっちゃ筋肉痛っていうかジンジンする、なんかディズニー行った時の帰りの足の疲れ。待って今何時、やばいメールの時間だ、一旦メールタイム。私の願いが叶わなくた、メールタイムに入ります。あ、今日お風呂入る前に自撮りしてたんだった、やばい久しぶりに自撮りした。なんか眠そう今日の自撮り。急げ急げ走って行こう、みんなで上がらでででで行こう行こう、早く行こう、いいものいっぱいでででで。何の歌だっけこれ、電気屋さんの歌だっけ。ちょっとイヤホンだから聞き、いつもより綺麗に聞こえるかも、このカチカチ音。メール打ってます。あ、お化け、お化けありがとうございます、嬉しい。ハロウィンだね、ハロウィン、あ、てかイベントハロウィンの日じゃんね。仮装とかあっていいのにね。あ、コスプレ大会があるのか、ある人は。モロちゃんの配信が始まりました。メッセコンサートの私も今イベントのこと書いてるけど、私も今日知ったんだよな。やることは知ったけど内容とか全然知らなくて、でもほんと盛りだくさんですよね、楽しみ。私が参加するのなんだっけ、カラオケと、あ、コンビ愛のやつ。
なんかいつもの私じゃないみたいな文章を書いてる。けどなんか文がスラスラ出てくる。このさ、雲、考えてる時にさ出すモクモクモクくもくもくものさ絵文字あるじゃないですか。あれの出し方知りたい。文字打ちでのあれ探すのめっちゃ時間かかる。そうだ、明日は早起き。え、それじゃない、てんてんてんじゃなくてもくもくもくのやつ。てか何それ、初めて見た。あ、それそれ。明日朝早い、早起きするので割と早起きだから早起き付き合ってくれる人いや早起きじゃない、早起きじゃない、全然早起きじゃないんだけど、支度を早くしたくて。普通にレッスンなんだけど支度をしたくてメイクをしたくて、から配信でメイクしたいんですよね。待って、嘘、早起きは嘘、やばいや、5時は嘘星集めしときます。ありがとう猿、ありがとうございます。猿、お猿さんありがとう。7時、うん、7時でもいいかな。7時にしよう。まだ11時だから寝れるよね。今回はちゃんと告知できる、前日に、久しぶりに。書けました。5時はちょっと早すぎた、ごめん。早起きじゃないよね、7時なんて。みんなにとって、働いてる人にとっては。送信、おーわっぴ、届きますように。一応5時確認しとこ。配信でメールしてます。配信でご支援いただいたら現世コンサートのオンラインイベントでございます。このさ、告知系私よく止められるんだよね。で、悩む、悩むですし、会社です、ご支援いただいたら会社でご支援いただいたら日付とかね、生写真の発売の日付とか間違えて止められること結構ある。はい、かけたー。7時12分の初恋。送信の後に確認するのか。え、確かに変だね私。送信の後確認して間違えてって、もう遅いもんね。変だね私、不思議だね今気づいた。
でもよく送信してから確認するわ私。よくないよねそれ、不思議。私のメールのスタンスは画像を選びます、最初の挨拶、そして内容を書き終わってからの件名、件名は最後なんですよ。だから今日も朝のメール、件名の月曜日を月曜つびにしちゃったんですけど、多分件名最後にパパパって書いてすぐ送信をするから、件名で誤字したの、誤字ってたんだと思う。事後確認。仕事だと怒られるやつ、やばい、私仕事できないタイプだ。それで間違ったらスタッフさんに連絡したりするの。そうだね、自分で気づいたら自分から送信、これ間違ってたので、このメール止めてもらって次のメール再送でお願いしますみたいなの言えるけど、でも気づかない時はそうスタッフさんから連絡が来る時と来ない時があって、だから来ない時は自分で届いたかなって確認しなきゃ、そう気づけないから遅くなっちゃったりする。朝のメールがお昼に届いたり。ひとまず多分送信できたので届くと思います。今日はそれじゃあもう結構時間に11時近くなってしまったので、カラオケの続きをやって終わりたいと思います。私今さ結構お腹空いてる、お腹が空いて力が出ないよ状態今実は。だからもう明日の朝ごはんのこと考えてた、ずっとメール打ちながら何食べようかなって。でもあんまないんだよな食材。お米今ない。でも朝お米食べたい、炊くのめんどくさい。納豆はある。何があったかな他に。きゅうり食べちゃった。キムチある。炭水化物がない。あ、カップうどん買ったんだ。忙しい時に温かいもの食べたいってなったら食べようって思って買ったカップうどん、カップそばだっけな、それだわ、絶対それ食べよう。楽しみになった明日の朝。やっぱ朝は炭水化物食べなきゃ元気出ない。明日楽しみだね。みんなカップうどんかそばか忘れたけど、カップ麺や朝は。それじゃあ曲を選択しよう。さっき話してたこの曲、準備はいいかい？アイナ。アイナから返事がない。じゃあもう一人で歌っちゃうからね。ミュージックスタート。スタート。うるさい。消えてない。配信中なのに退出できませんって出てきたんですけど。吹き出した車輪
君が乗っているのに駅のホームで数秒僕は間に合わない高い方町へ向かう噂聞いていたけどまさかこんなに急だと知らなかったよさよならを言えば自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか大人列車僕はまだ乗れぬまま見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられるこんなに悲しい別れと深い絶望の淵で光を探すように悲しみ克服してゆくベルが鳴った瞬間君は振り向いたのかなここに残した未来が後ろ髪引く約束をすれば時間通りに僕は見送りに来ただろうか大人列車君は一人乗り込み知らぬ世界へ僕はいつものように夢を見て願うよ誰もいないこの場所をいつか旅夏日が来ると今しかできないこともどかしいだけの青春これがアイナだと思ってさめっちゃ激しくさアイナの手を掴んで知るよ若さとは不器用でやり残すもの大人列車僕はまだ乗れぬまま見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられるこんなに悲しい別れと深いぜ都合の こんなにも手動かしてんのにまだ起きない。アイナー、アイナー起きてー。ありがとうございました。ミラーボールも来てた、嬉しい、ありがとうございます。音符もたくさんありがとう、拍手もありがとう、パチ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 。アイナマジで全然起きないんだけど、1周年だっていうのに。起きて珍しく疲れてるみたいです。アイニョンね、寝かせてやるか。いいよ寝てて。はい、1周年おめでとう、ありがとうございます。じゃあ最後の曲にしよっかな。何にしよっかな。最後これまだ残ってた。
アイナ起きないからもう床に寝かしときました。1周年おめでとうね。1周年すごい。あ、確かに世界の人やな。オンリートでないもんね。それではこちら最後の曲になります。最後の曲になりますので、皆さん最後一緒に手拍子お願いします。ミュージックスターティン。歌うと起きてくれるんだな、みんな手拍子したくなるもんね。悲しみの雨に打たれて涙が溢れたら思い出すんだ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ、どんな時でももっと人のことを信じてみよう。そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の人よ、歌っているか、言葉なんかが違う。アイナも起きて一緒に歌ってくれました。ありがとう、アイニャー、アイニャー、ありがとう。よし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 よ
ムツグロさん出ちゃった。アイニャ柔軟すごいからさ、体柔らかいからさ、首ももう自由自在。また寝ちゃった。おやすみ。よし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 。ということで、皆さんありがとうございました。マイクさ、ここつけながらさ、歌ってみたんだけど、聞こえ方どうでしたか？ちょっと、これのわさわさって音がうるさかったかもしれないけど、いつもはさ、歌ってるの私、音割れするって言われるから。音割れしてた？ありがとうございました。拍手もありがとうございます。よかった。ディスコ検出がそんな音でしないあ、そうだったんだ。気にしなきゃいけないのディスコ検出だけか。なんか私声なんか声量でかいから音割れしちゃうのかなと思っていつも話してやってたんだけど、あの曲だけでいいのか、気使うのは。了解です。じゃあ皆さんそろそろ、明日も朝7時から配信あるので、そろそろ今日の配信終わりにして、アイナと一緒に寝たいと思います。今日はニャニャ公演から1周年ということで、ニャニャ公演全然できてないので公演から選んでカラオケをしました。次のニャニャ公演は多分11月になると思いますが、でも9月も結構最初の方だったから11月の頭にやると信じてますので、11月楽しみにしててください。はい、アイナと寝ます。足だった、間違えた。足でいい、アイナ足出演でいい。アイナ1周年おめでとう。正直でも1周年も続くと思わなかった。みんなユニット公演はコロナの期間の、まあ、今もコロナの期間ではあるけど、そのコロナがひどかった時のその期間だけかなって思ったんだけど、まあ、コンサートもできる状態だし、そう、もう16人の公演始まってるかなとか思ってたけど、でもユニット公演はユニット公演で好きなので、終わるのも恥ずかしいじゃない、寂しいけど、16人の公演もやりたいね。これからあと何回できるかも分かんないので、もしかしたら16人の公演始まったらユニット公演が終わっちゃうかもしれないし、一回一回の公演を大切にしていきたいと思います。ういということで、今日も見てくださった皆さんありがとうございました。アイニャのまたアイニャの足に顔を挟んでみた。あ、これさ、こうしたらさ、あの飛行機とかで使える首のやつにもなる。ほらほら、めっちゃいい。これベッドよりもさ、私これの方が好きかもしれない。垂直で寝るの好き、新幹線とか車とか。なるね。しかも脇にも挟める安心感、これ最強だわ。今になって気づいた、優れもの。じゃあアイニャと一緒にスクショタイムして終わりたいと思います。ハート待って、ハートは可愛いけど私の顔が漏れなすぎる。これ前髪がさ、こうやると長いんだよな。でも切っちゃったから流すのには短いんだよな。これでいっか。はい、ハート。すごい、オブジェみたい。
これ楽屋にもあるんだよね。劇場の楽屋にも置いてある。寝るときにみんな使ってる。ヤニャポーズもしとこう。なんか本当に生きてるみたいで、ちょっと愛嬌、愛着湧いてきた。わかる。アイナがこんな静かなんて珍しい。相当疲れてるんだね、アイナ。今日喋った一言でもだいぶ疲れとるわ、これね。疲れアイナ、寝ていいよ。はい、おやすみ。ということで最後ランキングスクショ取れたかな。みんなありがとうございます。ランキング読んで終わりたいと思います。13位から13位ぬっくん、12位あおいさん、11位おたるちさん、10位りーさん、9位まつん、まつんさん、8位パラパラットさん、7位いつかの少年さん、6位いのちんさん、5位マス先生、4位ジョンさん、3位しゅうちゃん、2位ゆうしゅんさん、1位赤シャチさん。パリジェンヌがめちゃくちゃいい感じ。でもここが気になる。絶対消えないじゃん3日で。嘘だ、3日で消えるなんて嘘だ。30日までに消えますように。ということで見てくださった皆さんありがとうございました。明日は7時から配信するので、よかったら一緒にカップ麺を食べに来てください。ということで皆さん今日も一日お疲れ様です。にゃにゃ公演1周年おめでとう配信でした。おやすみなさい。また明日。ありがとうございました。またねー、また明日ねー。おやすみなさい。ありがとう。